イエスは再びガリラヤのカナに行かれたイエスが水をブドウ酒にされた場所であるさてカペナウムにある王室の役人がいてその息子が病気であったこの人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行ったそして下ってきて息子を癒してくださるように願った 息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は、しるしと不思議を見ない限り、決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに、下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は治ります。 その人はイエスが語った言葉を信じて帰って行った。彼が下って行く途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは、昨日の第七の時に熱が引きました、と言った。父親はその時刻があなたの息子は治る。 とイエスが言われたたた。時刻だと知り、彼自身もも家の者たちも皆信じたイエスはユダヤを去ってガリラヤに来てからこれを第二の印として行われたイエスは見たまの力を帯びてガリラヤに帰られたするとその評判が周辺一帯に広まった。 イエスは彼らの街道で教えすべての人に称賛されたそれからイエスはご自分が育ったナザレに行きいつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれたすると預言者イザヤの書が手渡されたのでその巻物を開いてこう書いてある箇所に目を止められた 主のの霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため主は私に油を注ぎ私を使わされた囚われ人には解放を目の見えない人には目の開かれることを告げ虐げられている人を自由の身とし主の恵みの年を告げるためにイエスは巻物を巻き 係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる。恵みの言葉に驚いて、この人は？ ヨセフの子ではないかと言ったそこでイエスは彼らに言われたきっとあなた方は医者よ自分を治せということわざを引いてカペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょうそしてこう言われたまことにあなた方に言います預言者は誰も 自分の距離では歓迎されません。誠にあなた方に言います。エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。三年六ヶ月の間、天が閉じられ、大飢饉が全地に起こった時、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのツレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。また 預言者エリシャの時にはイスラエルにはサラートに侵された人が多くいましたがその中の誰も清められることはなくシリア人ナーマンだけが清められましたこれを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされ立ち上がってイエスを街の外に追い出したそして街が立っていた丘の 崖の淵まで連れて行ききそこから突き落と,そうとしたしかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去って行かれた第五章さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきた時イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。 漁師たちは船から降りて網を洗っていたイエスはそのうちの一つシモンの船に乗り陸から少しこぎ出すようにお頼みになったそして腰を下ろし船から群衆を教え始められた話が終わるとシモンに言われた深みにこぎ出し網を下ろして魚を取りなさい すると、が答えた。「先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに 助けに来てくれるよう合図した彼らがやってきて魚を二艘の船いっぱいに引き上げたところ両方とも沈みそうになったこれを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった「主よ私から離れてください私は罪深い人間ですから」彼も一緒にいた者たちも皆 自分たちが獲った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を獲るようになるのです。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。 第二章数日たってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡ったそれで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになったイエスはこの人たちに御言葉を話しておられたすると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた 彼は人人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったのでイエスがおられる辺りの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床をつり下ろしたイエスは彼らの信仰を見て中部の人に「こよあなたの罪は許された」と言われたところが 立法学者が何人かそこに座っていて心の中であれこれと考えた「この人はなぜこのようなことを言うのか神を冒涜している神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の例で見抜いて言われた」 なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか中部の人に「あなたの罪は許された」というのと起きて寝床を畳たたんで歩けというのとどちらが優しいかしかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにそう言って中部の人に言われた。 あなたに言う起きなさい寝床を担いで家に帰りなさいすると彼は立ち上がりすぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行ったそれで皆は驚き「こんなことはいまだかつて見たことがない」と言って神をあがめた第5章その後 ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり5つの回廊がついていたその中には病人目の見えない人足の不自由な人体に麻痺のある人たちが大勢横になっていたそこに 三十八年も病気にかかっている人がいたイエスは彼が横になっているのを見てすでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた「よくなりたいか」病人は答えた「主よ水がかき回された時池の中に入れてくれる人がいません」「行きかけると他の人が先に降りていきます」 イエスは彼に言われた「起きて床を取り上げ歩きなさい」するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出したところがその日は安息日であったそこでユダヤ人たちはその癒された人に「今日は安息日だ床を取り上げることは許されていない」と言った しかし、その人は彼らに答えた。私を直してくださった方が、床を取り上げて歩けと私に言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。しかし、癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。群衆がそこにいる間に、イエスは立ち去られたからである。 後になって、イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい。あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。その人は言って、ユダヤ人たちに、自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。そのためユダヤ人たちは、 イエスを迫害し始めたイエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。そのためユダヤ人たちは、ますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけでなく、 神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである。イエスは彼らに答えて言われた。まことに、まことに、あなた方に言います。子は、父がしておられることを見て行う以外には、自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを、子も同様に行うのです。 それは父が子を愛しご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。またこれよりも大きな技を子にお示しになるのであなた方は驚くことになります。父が死人をよみがえらせ命を与えられるように子もまた与えたいと思うものに命を与えます。また 父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての人が父を敬うのと同じように、子を敬うようになるためです。子を敬わない者は、子を使わされた父も敬いません。まことに、まことに、あなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を遣わされた方を信じる者は、 永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。誠に、誠に、あなた方に言います。死人が神の子の声を聞くときが来ます。今がその時です。それを聞く者は行きます。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも、 自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時善を行った者はよみがえって命を受けるために。 悪をを行っったた者は、よみがえてて裁きき受けるために出てきます。第五章その群衆を見てイエスは山に登られたそして腰を下ろされると身元に弟子たちが来たそこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。 心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に植え替くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。 れみ深いものは幸いです。その人たちは、あわれみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作るる者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国は、 そののの人たちのものだからです私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです喜びなさい大いに喜びなさい天においてあなた方の報いは大きいのですからあなた方より前にいた預言者たちを 人々は同じように迫害したのです。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。 また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません食台の上に置きますそうすれば家にいるすべての人を照らしますこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです 私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません廃棄するためではなく成就するために来たのです誠にあなた方に言います天地が消え去るまで立法の一点一角も決して消え去ることはありませんすべてが実現しますですから これらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかし、それを行い、また行うように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。私はあなた方に言います。あなた方の義が。 立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れません昔の人々に対して殺してはならない人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います兄弟に対して怒る者は 誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。ですから、祭壇の上に捧げ物を捧げようとしている時に兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに、祭壇の前に置き、って、 まずあなたの兄弟と仲直りをしなさいそれから戻ってその捧げ物を捧げなさいあなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさいそうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し裁判官は下役に引き渡しあなたは牢に投げ込まれることになりますまことに あなたに言います最後の一コドラントを支払うまでそこから決して出ることはできません。会員してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。「情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのです。 もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです。また 妻を離縁する者は離縁状を与えようと言われていました。しかし、私はあなた方に言います。誰でも、みだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に会員を犯させることになります。また、離縁された女と結婚すれば会員を犯すことになるのです。また、 昔の人々に対して偽って誓ってはならないあなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います決して誓ってはいけません天にかけて誓ってはいけませんそこは神の御座だからです地にかけて誓ってもいけません そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですから。あなた方の言う言葉は「はいははい」「いいえはいいえ」としなさい。 それ以上のことは悪いものから出ているのです。目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には 上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのを、あなた方は聞いています。しかしか 私はあなた方に言います自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。 自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか酒税人でも同じことをしているではありませんかまた、自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか違法人でも同じことをしているではありませんかですから、あなた方の天の父が完全であるように、 完全でありなさい第六章人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいそうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられませんですから施しをする時偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように 自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば、 隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また、祈る時、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。 あなたが祈る時は家の奥の自分の部屋に入りなさいそして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますまた祈る時違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません彼らは 言葉数が多いことで聞かれるると思っているのですですから彼らと同じようにしてはいけませんあなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですですからあなた方はこう祈りなさい天にいます私たちの父よ皆が聖なるものとされますように 御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。 もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいますしかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりませんあなた方が断食をする時には偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません彼らは断食をしていることが人に見えるように 顔をやつれさせるのです。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食するときは頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば。 隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、 盗人が壁に穴を開けて盗むこともあ,りませんあなたの宝のあるところそこにあなたの心もあるのです。体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたの内にある光が闇なら。 その闇はどどれほどでしょうか。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ですから私はあなた方に言います。 何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい命は食べ物以上のもの体は着るもの以上のものではありませんか空の鳥を見なさい種まきもせず借り入れもせず蔵に納めることもしません それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の,の花がどうして育つのかよく考えなさい。 働きももせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日会っても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのならあなた方にはもっとよくしてくださらないでしょうか。 信仰の薄い人たちよですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものは全て違法人が切に求めているものです。あなた方にこれらのもの全てが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。 そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますですから明日のことまで心配しなくてよいのです明日のことは明日が心配します苦労はその日その日に十分あります第七章さばいてはいけません 自分が裁かれないためですあなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ自分が計るその計りで計り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに自分の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか兄弟に向かって「あなたの目から塵を取り除かせてください」とどうして言うのですか 見なさい。自分の目には針があるではありませんか偽善者よまず自分の目から針を取り除きなさいそうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができます聖なるものを犬に与えてはいけませんまた真珠を豚の前に投げてはいけません 犬や豚はそれらを足で踏みつけ、向き直って、あなた方をかみ裂くことになります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見いだします。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探す者は見いだし、叩く者には開かれます。 あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか魚を求めているのに蛇を与えるでしょうかこのようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに 良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ですから、人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。 命に至る門はなんと狭くその道もなんと細いことでしょうそしてそれを見いだすものはわずかです偽予言者たちに用心しなさい彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが内側は貪欲な狼ですあなた方は彼らを身によって見分けることになります 茨からぶどうが、あざみからいちじくがとれるでしょうか。よい木はみなよい実を結び、悪い木は悪い実を結びます。よい木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木がよい実を結ぶこともできません。よい実を結ばない木はみな切り倒されて、火に投げ込まれます。こういういわけで、 あなた方は彼らを身によって見分けることになるのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には多くのものが私に言うでしょう。主よ主よ私たちはあなたの名によって予言し、 あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし、私はその時、彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。ですから、私のこれらの言葉を聞いて、 それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした岩の上に土台が据えられていたからですまた私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆 砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたしかもその倒れ方はひどいものでしたイエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたイエスが 彼らの立法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからである第八章イエスが山から降りてこられると大勢の群衆がイエスに従ったすると見よサラートに犯された人が身元に来てイエスに向かってひれ伏し主よ お心一つで私を清くすることがおできになりますと言ったイエスは手を伸ばして彼に触り私の心だ清くなれと言われたするとすぐに彼のザラートは清められたイエスは彼に言われた誰にも話さないように気をつけなさいただ言って自分を妻子に見せなさい そして人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。 その上、歩いて。